マジでやってんの？できはった。なんでまたまた来た？ふざけんなよ。つまんねえ、これ。さっきって何待たしててんだよ。はいはいはい。分かった分かった。すげえ。お前うざい。すげえ、すげえ。はいはいはい。空気読めって。なんだって。なんか今向かってるよとか言って。めっちゃ遅刻してる。絶対ワード遅れてくからね、こいつ。あ、張り切ってるって思われたくない。いや、張り切りすぎだろ。いや、というか、おめえのためにやってんじゃん。てかさ、俺なんて部屋提供してんだよ。あ、じゃあ、てか俺らにそもそもいらねえじゃん。必要なくね。マジからいてくれ。うわ、めんどくせえ。え、なんか実は今年で4回目でしょ、これ。そんなつかね、これすっげえ料理のイベントだよ。ワイヤーしてたからマジで。だからそうでしょ。松屋でバイトしてたもん。え、松屋じゃん。松屋が一週間でやめたい。人恋しいから。寂しいから、そっくりしたのに同じ恋してる。最後に決めて、下げなってねって叫んで。できればよし、できればよし。伝説になってるから、松屋の言うのは。そっち。喋ってないでさ、いいかやって。もうさ、みんな来るでしょ。あいつ夕方くらいに、なんかブリストルってどこ？とか言ってさマジだ。あ、じゃあわざわざ今日のために買いに行って。そうなんかさ、あの着替えてんだよ、あのトイレのさ、新商社用の方でさ。あ、広いからね。そうこうやって必死こうやって着替えてる時に、ちょうど本物のさ、あの新商が来てた。ドンとか言って、あいつ慌ててさ、なんかもう新商のフリとかしちゃって、こんなの。あ、すいませんとか、タグとか紫になんか、あーとか言ってなってっかんで、絶対じゃあ。ブリストルって何？あ、店っつうか、ブランドの名前。ブランド？知らねえ。多分お前知らないと思う。ほんとやね。あ、つうか、その子かわいい。誰？え、今日来る子。あ、ゆうこ？うん。あ、かわいいよ。え、じゃあさ、誰に似てるとかあんの？篠田麻里子に似てる。マリコ様？うん、マジで？マジで似てんの？え、そんな子さ、おさみに紹介して大丈夫？え、なんで？え、なんでって。え、なんで？つうかさ、可愛かったら俺がやってもいい？